こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。部活ピーポー全力応援、部活ピー。ポップティーモデルのリコです。今回の部活ピーですが、コロナウイルス感染拡大防止のためリモート収録という形で行っていきたいと思います。よろしくお願いします。リコさん、リモート収録って初めてですか？リモート収録初めてですね。初めてです。どうですか、やってみて。すごい違和感しかないです。なんかだってこっちは家で一人で喋ってるからすごい変な感じするけど、でもちょっとワクワクしてます。おうち時間は何してるんですか最近？おうち時間は本当に朝遅く起きて、私最近あつ森をゲットしたんですよ。だからずっとあつ森やってます。動物の森シリーズだけはずっとやってきたんですよ。島作ったり住民の子に話しかけたりするのが楽しいです。やっぱ平和だなって思いながらやってます。ブカピ、今回のブカピは特別編ということで、現役の部員に登場してもらってお話をね聞いていこうと思います。これから登場していただくのは、最近ある動画がきっかけで大きな話題になった方々です。早速登場していただきましょう。一律船橋高校吹奏楽部の皆さん、どうぞ。こんにちは。初めまして。初めまして。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。早速なんですけど、自己紹介をお願いしてもいいですか？一人ずつ。市船吹奏楽部部長の勝部入りです。学年は3年生で、あだ名はゆっぺーで、はい、学科と楽器はトロンボーンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。部長さん。あ、はい。3年生の北脇優と言います、はい、トロンボーンパートリーダー務めてい、はい、います。よろしくお願いします。あだ名はゆうちゃそです。ゆうちゃそちゃん、かわいい。よろしくお願いします。ゆうちゃそさん、お願いします。3年生の長谷正史です、はい、あだ名は特になくて、はい、正史とかが多くて、楽器、はい、はチューバーパートのパートリーダーです。で、正史くんは正史くん、はい、まさしくんに何かニックネームつけましょうか、じゃあ。先に言ってきますけど、私本当にあだ名つけるセンスないですよ。まさしくんでしょ。加瀬まさしくん。はい。じゃあ、私の本当にね、このあだ名つけるセンスゼロなんですけど、じゃあ発表しますね。いきます。決めました。加瀬。カセピ君多分もうこの、応援されてからは部活でもずっともカセピ君だからもうカセピ君になった。もうまさしくんはそう呼んでもらいます。じゃあゆっぺちゃん、はい、はい、部長さんだと思うんですけど、1年生2年生3年生で どれぐらい人数いるんですか？2年生が43人で、はい、3年生が58人 で、はい、で1年生はまだ入部というかまだ一度も会ったことがないので、まだ何人入ってくるか分かんないんですけど、で今のところ40人以上入ってくる予定なので、だいたい3学年で150人ぐらいになるかなと。いや大変、150人は。あ、でもすごいみんな協力してくれるので、はい、まあ私はそんなに大変じゃない。すごい。そして一律船橋高校の吹奏楽部の皆さんは今話題になっているということなんですけど、どんなことで話題になったんですか？はい、リモート演奏した動画を作って、それを新聞やテレビとかでも取り上げていただきました。リモート演奏、一人一人が動画を撮って、はい、それを編集の人たちが、まとめて作ってくれて、作りました。
てかやっぱ大人数だから迫力もすごいですね、画面越しでも。ありがとうございます。この企画は誰がこれやろうみたいな言い出したんですか？あ、吹奏楽部の顧問の高橋先生が提案してくださいました。はい、家にいるとどうしてもあの、はい、個人で練習するしかあのやることがなかったので、あの、うん、私たちもあの他の団体があのこのリモート演奏であの違う曲なんですけどあのやってるのを見てあの、これやったらいいんじゃないという、はいはいはい、あの高橋先生が言ってくださいました。はい、そうなんだ。先生が提案した時ってどう思いました？なんか一人でずっとやっててなんか寂しかったんですけど、なんかみんなで同じことをするっていうので、はいはいはい、共有した目標というか、すごいなんかみんなとやってる感じでなんか楽しくできました。この動画を作るまでもすごい大変だったと思うんですけど、一番大変だったのってどういう部分でしたか？あのタイミングとかやっぱりあの動画の吹き始めとかみんな違うので、うん、タイミング合わせるのすごく大変だったので、でもそこ合わせないとやっぱり曲として作るものができないので、すごく細かくこだわってやりました。やっぱりあの雑音が入ってる子がいるとちょっと撮り直してってお願いするんですけど、そうですよね、やっぱりあのせっかく撮ってくれたのにすごく言いづらいけど、でも合わせる時にやっぱりそれあるとちょっと曲に支障が出ちゃうので、やっぱり雑音は気をつけてもらうようにみんなに言いました。すごい、スマホでやるんですか編集って？はい、全部スマホでやりました。いやもうこれは胸を張って言っていいと思いますよ。これ私が編集したんだよって言ってくれば言っていい。この感性だ普通に。この動画の反響とかってすごかったんじゃないですか？いや思ってた以上にすごく反響が大きくて、はい、びっくりしたのはあの幼稚園以来会っていなかった友達からあの、はい、お母さんの方に、あ、母の方にあの、はい、連絡が来てあのテレビで見たよっていうのを言ってもらえたのがすごく嬉しかったです。あの YouTube に動画を上げたんですけど、はい、あのそこのコメント欄でなんか、はい、元気をもらったとかそういうコメントがあったんですけど、それを見て自分も元気を逆にもらいました。じゃあゆうちゃそさんは完成して多分先生に見せに行ったと思うんですけど、先生が初めて見た時のリアクションとか反応ってどんな感じでしたか？それも SNS で動画送って見せたんですけど、あのブラボーみたいな感じですごくあのテンション上がってて別の取材であの知ったことなんですけど、先生はあの、はい、涙を流していたそうで、知らなかったんですけどそれを聞いてすごい嬉しかったです。今回の動画が大きな話題になって達成感もあると思うんですけど、反対にあのこのコロナの影響でできなくなってしまったこととかってありますか？はい、あの毎年6月の頭に行われているあのよさこいソーラン祭りというのがあるんですけど、あのそれに、はい、私たちは毎年あの参加させていただいてるんですけど、あの北海道で毎年行われていて、はい、今年は中止になってしまって、それがすごく私たちにとってすごくショックなものでした。はいはい、よさこいソーラン祭りって何？すごいんだけどこの中にいるってことですか？ゆうぺさんとゆうちゃそさんとかずきさんは？はい、います。今年はなくなっちゃったけど例年はいるってことですね。はい。すごい。でもすごい楽しそう。でも吹奏楽部なのにそれ出るってなんかあるんですか、関わりとかって？理由の一つとしてあの個人個人 の, あの殻を破るというのがあって、はい、あのへどうしてもあのなんか恥ずかしがっちゃうこととかもあるので、あのそういうのよさこいとかをやることによってあの、はい、自分の表現する幅を広げてあの音楽にもつなげられたらいいなという感じでやってみて。すごい素敵。今はあの普段であれば1年生も加わって 3学年での活動が始まっているんですけど、未だに1年生とは顔も合わせていないし、全然誰かわからないという状況なので、やっぱりあの普段の練習を3学年で
早くやりたいなって思ってます。確かに、そう、なんかすごい不思議な感覚ですよね。もう5月とかもう6月になるんじゃないかっていうぐらいで来てるのに1年生と会ったことないって、はい、そう、ありえないことですもんね普段だったら。その部活にまつわることをたくさん聞いてきたんですけど、ちょっと脱線して私が個人的に聞きたいことをなんか聞いていきたいなというふうに思ってるんですけど、じゃあ今このおうち時間たくさん増えてきて、そのずっと多分楽器の練習とかもすごい大変だと思うんですけど、それ以外におうち時間でハマってることとかってありますか？あ、私はまあ、TikTok を見たり、はい、あとディズニーの、映画のアプリみたいなのを入れて、いろいろ映画を見たりしています。おー、やっぱみんなやることは高3だな私と同じだったお菓子作りをしてみたりとか、あと普段やってなかったピアノにちょっと挑戦してみたりとか。すごい、待って、これ作ったの？はい。すごいんだけど、美味しそう食べたい大体は一日中 YouTube を見てることがあるんですけど、最近はあと筋トレとか料理にハマってます。料理するんですか？なんか味噌汁だったりチャーハンだったり。すごいんだけど、待って、うわー、私も見習わないとなカセッチさんに負けてられない私も料理頑張ろう。ブカピ、せっかくの機会なのでこんな企画をやってみようと思います。リコと七船吹奏楽部のミニセッション、はい、ということで自分でこんなんで怒鳴りを言っといてなんなんですけど、私楽器持ってないんですけど何をやればいいんですか？リコちゃんには指揮をしてもらいます。曲は吹奏楽部の皆さんが用意してくれました。お、何の曲を用意してくださってるんですか？大塚愛さんのさくらんぼです。はい、おー、あ、聞くよくすごい楽しみなんだけど、せーの。さあ、それではお聴きください。一律船橋吹奏楽部とリコによるミニセッション、大塚愛さんのさくらんぼです。いきます、せーの。揃った すごい、マジでなんかすごい、私今もう世界で一番幸せかも。皆さんどうでしたか？すごく楽しかったです。あ、本当ですか？こんな機会もう二度とないんじゃないかという感じなので、すごいリコちゃんに指揮していただいてめっちゃ嬉しかったです。綺麗な指揮で、すごい、いや、ちょっと待ってください、今笑いました綺麗な指揮でって言った後笑いました。カズミさん、ちょっと指揮の才能があると思いました部活が再開したらね、また改めて学校を取材に行かせていただけたらなっていうふうに思うんですけど、いいですか？あ、ぜひお願いします。 ありがとうございます。皆さん本当に大変な時期にご協力ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に同学年のことを喋る機会って本当に自分の学校でしかないし、やっぱこうやって本当に初対面の方と、しかもやっぱね、そういう名門校のところに通って、やっぱ部長だったりとかパートリーダーとかでちゃんと活躍されてる方とこうやってお話できる機会なかなかないんで、すごい新鮮で楽しかったです。そして来週のブカピも特別編ということで、東山高校のバスケットボール部の部員と中継を結び、バスケ YouTuber のともやんさんと一緒に今の思いや今後の目標などを聞いていこうと思います。それでは来週も見てね。バイバイ。